キャンプマーシーあるいはマキコエイチ地区は沖縄県議の安市の普天間基地の西側にあった米軍基地。施設番号は FAC6052。米軍は沖縄戦から占領地に大規模に工兵隊を導入して基地建設を開始した。前線で日本軍と戦い沖縄戦を生き延びた住民は民間人収容所に収容し、 圧倒的な速度と物量で基地建設を進めた。普天間飛行場の周辺では、西側の益城地域も接収して、キャンプマーシーを設置し、陸軍病院、獣医センター、米兵家族の小学校などを建設。さらに、牧港湾の内泊まりには、キャンプブーンを設立して、憲兵隊司令部、陸軍中央パス発行所、野外集積場、陸軍中央パス発行所、 陸軍民間人事部などを付設し、主に基地の治安維持、保全を図るための施設を集約した。1945年、沖縄戦での占領から継続して使用される。1959年の地図では、普天間飛行場の西側に、キャンプマーシーが国道1号線を隔てて2箇所に分かれていることが示されている。陸軍医療事務部隊の管理下に置かれ、獣医センター。 小学校、オレ本部、など、計9 2棟と、バレーボールコートなどの施設計32件が建設された。施設物、1974年12月20日、62000平方メートルを返還。1976年3月31日、全返還。最初の沖縄の米海軍病院は、もともとは、キャンプマーシーのコンセットが並ぶ地区に、 陸軍病院として作られた。1958年に現在のアメリカンビレッジの向かいにあるキャンプクワイに移転した。太平洋全域で活動する米軍に治療を提供し、ベトナム戦争最盛期には最大700床まで拡張された。2013年3月、キャンプクワイから現在のキャンプ付けランの現在の場所に移転した。 1977年2月28日、米軍病院沖縄が米海軍に移管された。1976年3月31日、キャンプマーシーの機能はキャンプ加えに移転され、全変換された。この地域は国道58号線から海岸線に至る場所に位置し、現在はマシキ地区と地区各整理事業が完了し、 沖縄コンベンションセンターなどのコンベンションエリアと連動して、義野湾市の都市機能の中枢を担っている沖縄の米軍基地。ありがとうございます。